皆さんこんにちは。人間は時にとてもわがままで身勝手な生き物です。例えばどれだけ反対をされても野生の肉食獣をペットとして飼おうとする人が後を絶ちません。しかしこのような試みは多くの場合悲しい結果で終わります。ロシア・シベリア西部の都市オムスクに住むセルゲイさんという男性は狼の子供を飼うことにしました。その理由はよくわかりません。彼はインターネットで偶然広告を見て深く考えずに行動してしまったのです。セルゲイさんは記載されていた番号にすぐに電話をかけ、取引条件を確認するとその日のうちに広告主に会いに出かけました。二人は街で落ち合いました。売り手が抱える小さな箱を覗くと、中にはふわふわの毛皮で包まれた子供狼が眠っています。セルゲイさんの心はこの愛くるしい動物にすっかり魅了されてしまいました。セルゲイさんは約束の金額を支払い、狼が入った箱を受け取りました。最初のうちは全てが思い通りでした。帰宅すると彼はインターネットで子供狼の正しい育て方について検索しました。餌は小麦、そば、トウモロコシなどの穀物類、そして肉や発酵乳製品、卵など様々な食品を混合する必要があることが分かりました。さらにビタミンやミネラルを補うことも忘れてはなりません。また正常な骨の発達のためにはビタミン D3 を含むカルシウム剤も欠かせません。子供オオカミは元気いっぱいにすくすくと育ちました。メスであることが分かったので、セルゲイさんはオオカミをアルファと名付け可愛がりました。しかしある時点から彼の思い通りにはいかなくなってしまったのです。何しろアルファの食欲は成長とともに増す一方です。大人のオオカミは毎日2から3キログラムの生肉を食べます。できれば骨付きで皮や毛がついたままの方が栄養的に好ましいのです。筋骨格系や免疫力の維持のためには魚油、肉骨粉、魚粉なども配合しなければなりませんし、せめて月に数回は丸ごとウサギやニワトリ、そして新鮮な草をやることも必要です。餌の準備だけでも毎日かなり大変ですが、セルゲイさんは他にも大きな悩みを抱えるようになりました。アルファの中で野生の血が目覚めてきたのです。セルゲイさんの指示にアルファが従わないことが増え、彼は身の危険を感じるようになっていました。時にアルファは彼に向かってうなり声を上げることもあったのです。セルゲイさんの家族や友人はこのままでは大変なことになりかねないと心配し、すぐにでもこのアルファを手放すように彼を説得しました。なぜ彼は狼を購入する前にこのような事態を想定できなかったのでしょうか。ともあれセルゲイさんは困り果ててしまいました。家に置いておけないとはいえ、自力で餌を取ったこともないアルファを森に放すことはできません。すぐに死んでしまうのは目に見えています。幸いにもセルゲイさんの知り合いの中に警察犬の訓練士がいました。その関係でアルファは警察に引き取ってもらえることになりました。現在アルファは警察署内で飼育されていますが、主に看板的な役割を果たすにとどまっています。例えば警察署を見学に来る小学生たちを出迎えたりするのです。というのも訓練士たちはどれだけ身体能力が優れていても、狼を警察犬はおろか何らかの職業犬に育て上げることは不可能だと話します。人に育てられたとしても狼の心は野生動物のままで、犬のような忠誠心を人間に対して持つことはなく、教育することもほぼ不可能です。
もちろん適切に接する方法を知る訓練士と共に暮らすうちに、アルファも訓練士たちに慣れ、攻撃的な態度を取ることはなくなりました。それでもどんなに人慣れしているようでも、狼が野生の本能を持つことを忘れてはいけないと専門家は警告しています。世界には人間と仲良くなった狼の話はありますが、それは極めて珍しい事例です。特別に飼育され人慣れした個体なら、人間が近づいて餌をやったり撫でたりすることもできますが、それでも相手が肉食動物であることを常に意識しなければなりません。アルファの訓練士たちは言います。ロシアにはどんなに可愛がっても、結局狼は森の方ばかり見ているものだということわざがありますが、これは事実です。私たちはアルファのいるケージの中に入ることはあっても、背を向けることは絶対にしません。食べ物を与えるときには特に注意をしています。多くの人が知ることですが、狼は群れで生きる動物です。アルファも一頭だけでは孤独を感じるようになってしまったので、引退済みのジャーマンシェパードアビスを友達として近づけることにしました。するとアルファは驚くほど好意的な態度を示したのです。もちろん最初はお互い慣れるまで少しの時間がかかりましたが、やがて2頭はいつも一緒の仲良しになりました。アビスだけを散歩に連れ出すと、アルファは寂しい寂しいと言わんばかりに悲しげな遠吠えをします。アルファはどうもアビスに恋をしたようです。このようにオオカミは野生動物であり、人間に懐くことは決してないということをもっと多くの人が知るべきなのです。そもそもなぜ人間は野生動物を飼いたがるのでしょうか。野生動物を飼育するための完璧な環境を整えることは一般的にほぼ不可能であることを知っておかなければなりません。肉食獣であれば毎日数十キロ数百キロメートルもの散歩が必要です。また社会的な生き物であれば群れの仲間とのコミュニケーションが不可欠です。餌についてもかなりの配慮が必要で、飼い主がどれだけ頑張っても飼育下に置かれた野生動物は退屈や恐怖から受けるストレスから逃れることはできません。その一方で、困難な状況にある動物を見かけたら、私たち人間は手を差し伸べなければなりません。そのためには人々が野生動物について正しく学べるようなエコロジーセンターや保護施設が多く必要なのかもしれません。さて、今回はここまでです。狼のアルファの運命についてどう思われましたか。また野生動物をペットとして飼うことについてどう思いますか。ぜひコメントにご意見やご感想をお書きください。この動画が気に入ったらいいねを押してください。ではまたお会いしましょう。